はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はヘイデイの動画撮っていこうと思います。ってことで、前回ね、ちょっと、ランクがね、これ6から7に上がるの結構220で必要だねってことで、一度ね動画を切ったんですが、あの後ね、ちょっといろいろ作物収穫したりね、パンを焼いたりしてたら、パンをね収穫するときになんかね、チュートリアルみたいなのが出てきて、一度置いた建物は、自由にね場所と、向きはね変えられますよっていうチュートリアルが来てたので、ちょっとね今回配置変えてみようかなと思います。こんな感じでね長押しをすると、点滅して、これでね向きが変わると。そしてこのままね動かすこともできますよということらしいです。ただとりあえずは今ね動かせる場所もないので、このままでいいかな。あ、ちょっと鶏小屋だけ牛小屋の脇に置いとこうか。小屋ではないけど。うん。でね、一応ね、今回の畑のもの収穫して、トラックのね、発注1個こなすとレベル7にね、なれそうかなということで、このタイミングでね、取り始めたんですが、そう、サイドがね、ちょっといっぱいになってきちゃったんだよね。50だから余裕かなとかってね、前回の動画では言ってたんですが、ちょっとこれはね、早めに拡張しないといけないなという感じですね。で、しかもね、ちょっと小麦収穫してる時にね、一応拡張素材自体はドロップしたんですが、偏ってるというかね、木の板が全然出ないんですよね、これ。で、なんか入手方法が違うのがあるのかなとも思ったんですが、このね、説明を見る限りは、別にね、ただどれが出るかがランダムなだけで、畑のものを収穫するか、家畜から生産物を収穫するか、この方法でね出ること自体は間違いないみたいなので、ちょっとね木の板がね今回落ちてこないかなと、思いながら収穫をしたんですが、そっか、いっぱいなのか。じゃあ鳥の餌をもう一個作るにして、で、大豆収穫して、牛の餌も、注文して、注文というか、予約して、これで全部収穫、できないね、全然。そうか、思ったより早く、ちょっといっぱいになっちゃいましたね。そしたら、これ、パンとね、小麦、とりあえず送りますか、魚屋さんに。で、今ね220分の180ってなってるので、あと40経験値入れば、レベルアップできると思うんですが、今ね発注したやつが確かね40だったので、もう見れないのか。これでねレベルアップできるんじゃないでしょうか。はい、あ、 OK だね。レベル7に上がりました。レベル7の農場主になりました。なんか葉巻みたいなやつと、これはなんだ、オルゴールではないだろうけど、なんかちょっとネジのあるなんか生産物の機械、あとはなんか四角いブロック、これでもパンかな。で、あと土のうとダイヤモンドと、畑3つ追加かな。そして協力と、いうことで、新しくねできることや、材料なんかが増えましたって感じかな。はい、売店に手持ちのものを出品して他のプレイヤーに買ってもらうことができます。売りたいものの量を決め、値段を、指定し、地元の新聞に広告を出すことができます。やってみましょう。売店をチェックしましょう。はい、仲間を見つけましょう。接続したままフレンドと協力しましょう。スーパーセル ID、スーパーセル ID 限定のデコレーションを手に入れましょう。ログイン、Facebook 未接続。 Facebook やってないんだよな。スーパーセル ID っていうのもちょっと持ってないんだけど、これどうすればいいの。次回から表示しない、チェックしてバツでいいか。しまった。新聞は郵便受けから読めます。開けば他のプレイヤーが何を売っているかが分かります。
郵便受けをタップして地元の新聞を読んでみましょう。ああ、ここで買い物ができるのか。こういうこと？ほう。ああ、なるほど。お、すげえ。え、これ何？今誰かが買ってるってこと？え、そんなアクティブな感じなの？これ。ほーん、ちょっと待って。とりあえずじゃあ出品してみますか。出品するを選ぶと、サイロ、ナヤが出て何かを売りに出そうと。じゃあ、ちょっとサイロがいっぱいなので、小麦売りますか？どうせすぐ作れるんでね。10個。まあ10個でいいか。10個までで、宣伝。これはなんだ？これで出品でいいのか？まあ、トウモロコシもじゃあ10個出してみますか。ああ、で、広告は5分おきじゃないとダイヤを使わなきゃいけないと。いうことですね。値段ってこれ。まあでもコインそんなに持ってないし、とりあえず高く出しといていいか。売れないとどうなるの？帰ってくんのこれ。まあとりあえずこれで置いときましょうか。で、今出品したので、材料の数がね49だったのが、余裕できたのでこの辺を収穫し直しましょう。で、出荷して数が減ってるから、まあ改めてね、小麦、あ、これ何？あ、サトウキビか。葉巻じゃねえや。あ、そっか、畑も増えたのか。まずじゃあ畑を増やして、ちょっと木が邪魔だな。あ、切れるか。切っちゃおうか、これ。あ、すげえ、もう切った。おー。オッケー、とりあえず木切って、サトウキビ30分か。じゃあまあ3つしかないから、これはまず植えておきましょう。その上で、あと4列だから、まあ大豆1列、トウモロコシ1列、小麦2列とりあえず巻いといて、まあなんか喋ってる間にね、小麦はもう1回ぐらい収穫できるでしょうと。いうことで、なんかなんだこれ、あれ、あ、いた、カエルか。はーん、こんなのもいるんだ、野生動物的な。あ、そういえば魚いたもんね、この辺パチャパチャやってたら。あ、いたいた。あ、売れたのか。あ、売れたね。へえ、あ、これでコイン貯めろと。なるほど。まあここで出品できるならすぐにいっぱいになっちゃうってこともないか。でも拡張したいね。ちょっと偏ってるんだな。ちょっとあと一個ずつどっちも足んないので、意外といっぱいになっちゃうことが分かったから、ちょっと広げたいんだけど、あれだな。ちょっと待って。これも出品できるんだから、誰かが出してないか見ればいいのか。あれなんだ。厚板。厚板だっけ？ないか。でもこれ、俺は厚板ないけど、釘が足りなくて、厚板余ってるよって人が逆にいれば売りに出すってことだよね、これきっと。だからまあもしかしたらそのうちここに並ぶんじゃないかなということでいいのかな。
ていうかみんな何1円とかで売ってんのこれ10個で。これさ10個で1円で買っといてさ、さっき72円で売れたけどこうやっとけばさコイン増えるんじゃね。また買う人いるのかな。っていうか本当に人が買ってんのかよくわかんないけど、まあとりあえずね、小麦に関してはあボーナスであれだね、キー切るやつとかも出るんだね。まあ今キー切るやつより、拡張素材のリーチのやつ欲しいんだけど、まあ木はね切るやつが出てくるんだったら、こまめにカットしてちょっと広げときますか。どうしようかな、これとか切っとくか。これでちょっとスペース広がる。どうしようかな。あ、牛の餌作れた。牛の餌もう一個作っときますか。で、そしたらね、ちょっと動物小屋、こっちにして、あ、でもちょっと触るのが難しくなるか、重なっている時と。こうしておいて、畑をね、ちょっと、手前にずらそうかな。でもちょっと今植えてるのが違うから、あれかな。どうするか。縦に、ちょっとポストから少し離して、縦向きに置いていくか。こうやって、おっと、縦向きにっていうか、なんつうんだ。まあこういう感じにしていきましょう。ちょっと植えたものがね違うんでね今。よし、とりあえずこれでいっか。でちょっとここごちゃごちゃしてるから手前に出して、まあかぶんないように置いとこうかな。後でどうせすぐ動かせるわけだから、とりあえずは使いやすさ重視でいいんじゃないかな。で、小麦は収穫して巻いて、もう一回売り場に出しとこうか。宣伝する。 OK。 パンとかはどうなんだろうな。まあでも10個にしてから売った方がいいか。あ、ちょっと待って、こっちは、コーンブレッド、トウモロコシと卵2個ずつか。30分、ちょっとでも長いな。小麦あれか、寝る前とかにこれは入れるようにして、パンをちょっと入れとくか。もうちょっといじりそうだから。で、トウモロコシもちょっと増やしていく。あ、売れてるな。名前が出てるから人が買ってんのか、確かに。でもね、1円で売ってたりするのに36円のやつそんなに買ってくのかね。1円で売ってるもんね、トウモロ、あの、小麦とか。はぁ、あ、粘着テープ売ってる。あ、売ってない。なんだ。お、宝箱。おー、あれ、キー切るやつ2個出たね、今。じゃあ、この辺、ちょっと整理しちゃおうか。これとか、これは斧なんだよね。これを切っちゃいましょう。OK。そしたら次、ちょっと、ちっちゃいキーカットしたいですね、この辺の。少しずつスペースも広げて、この建物は、あれ、この辺に置いとくか。これは動かせないんだよね。なんかちょっと触ってみたんだけど、まあちょっとこうしとくか。
在庫チェックはここで両方できるようにしといて、小麦を再度収穫して、もう一回植えときましょう。そんなとこかな今回は。まあ、次はね、レベル7から8は370経験値がいるみたいなので、あ、なんだこの位置は。お、納屋の即時アップグレード、250円。なるほど、そういうのもあるのか。まあ、とりあえずしないですけど。まあ、今回ね、レベル7に上げれたんですが、まあ、次のレベルまでね、また370経験値必要みたいなので、今回はね、ここで、あ、これ見れるのか。まあ、レベル8にね、できれば、今度は、なんだこれ、花とか樽とか、手に入るみたいなので、次回ね、またレベルアップ近くなったら、動画撮っていこうと思います。あ、ここになんか光ってるのがある。あ、爆弾だ。おお。はい、ちょっと挨拶の最中にね、変なの見つけちゃいましたが、今回はね、一旦ここで終わりにして、またレベルアップ近くなったらね、動画撮ろうと思います。ということで、今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。ほい。よいしょ。